はい、皆さん、えー、こんばんは、えー。1週間終わりました。えー、今週はね、えー、どうだったかっていうと、お簡単に言うと11番上がりました。11番上がりました。で、そのうち昨日ね、えー、金曜日が8番に上がったということで、えー、昨日はね、すごい成績が良かったです。で、えっ、ー、と、まあ、えー、利益がね、えー、615万になりました。まあ、今年に入ってから115万。 ですね、増えてます、えー。とてもいいですね。で、日経平均がね、どうだったかというと、ちょっと確認しておきましょう。えー、日経平均ね、はい、えー、とね、三万九千九百十円。もうね、もうまもなくね、四、えー、万円に達成し,しようとしてますが、一週間でなんと八百円増えてます。はい。えー、ということはね、えー 日経平均大体300倍ぐらいスライドするんですけど、ということは、えー、24万ぐらい増えてるといいんですけど、えー、まあ、そうですね、えー、まあ10万円ぐらいなので、成績良くないです。はいだから私の持っている銘柄、今回は、えー、今週はね、そうですね、まあ、今週というかね、えー、この1ヶ月ぐらい、2, が2月いっぱいは、えー まああんまりね、良くなかったですね、成績がね。はい。そうなんですね。あの、最近上がってるのがね、あのハイテク株ですね。えー、上がってまして、実はハイテク株は一つも持ってないんです。はい、ハイテク株っていうと、せいぜい、えー、任天堂ぐらいなんですけど、任天堂は、えー、今週はダメだったんですね。あの、えー、新型任天堂スイッチ。 の発売が来年に持ち越してしまったために下落意味です。ただ、絶対にねえ戻、ー、ってきます。必ず戻ってくるうん。そう！えー、何とかな？新機種を出しますよと言った場合ですね。だいたいね。1年前に発表するものなので。 でえー、これから1年間絶対ね、帰ってくると思いますので、これは期待していいと思います。逆に言うと今、帰る時なのかなっていうことがあ言えるのかなと思いました。はい、ではね、えー、状態を簡単におさらいしていくと、えっ、ー、とね、えー、1週間、一ヶ月じゃないな、一週間ね、一週間のチャートを見ていくと、えー、どうだったかっていうと、まずは、 オリエンタルランドから。はい。これはね、うん、横ばい。横ばいですね。えー、イオン、北海道下げ。えー、松屋フーズは、えー、昨日、今日と上げてます。はい。マクドナルドまあ、そうなんですね。仏国は、うん、横ばい。ソフトバンクは少し下げてきてるかな。うん、これもずっと横ばい。横ばい、横ばい。 目立ってね、上がってるのはやっぱりないかな。はい、日産自動車が良くなってますね。あ、日本郵政がいいですね。うん、こう、おすすめ。それから、S、S&P500。えー、っとね、S&P500、後で紹介しましょうね。はい、四国銀行、銀行系が上がってします。で、任天堂下げたけど、回復し始めてますね。だから今は買い時だと思います。 トヨタ自動車、うん、いいね、日産とトヨタ、うん、車とともにです、はい。不動産系も、うん、ちょっと最近は良くなかったんですけど、上がってきてます。で、能率、能率いいですね、上がってます。ヤマハ発動機、はいえー、株主総会が近づい,いてます、えー。というところですね、はい、えー、特段ね、 えー、おすすめっていうと、そんなにないんですけど、私は S&P500 をね、ちょっと紹介したいと思いますね。ちょっと戻りますね。S&P500、これはね、ちょうどね、100万円投資しました。で、今、大体いいね、あ、どっか行っちゃったな。100万投資して、これだ。大、え、体、ー、いい今150万。 になりましたはいえー、っとね投資して 2, 目2年目かな ?2 年ぐらい経ったかな、はい、このようにね、えー、ぐんと伸びてきてます。これはアメリカのね、景気を示す銘柄ですね。えー、ニューヨークダウとナスダック、この S&P500、3指数と言われてますけど、そのうちの一つですね。はい、でアメリカ上位500社の平均値を取ってるもので、えー、まあアメリカがいかにね、今、まあこうね、 ちょっと過去、過去、重点で見ると、ずっと上がってる、上げ続けているかということが、ね、これでわかると思いますけど、うんえー、まあ、一人勝ちですよね、アメリカね。で、中国がね、あんまり、あ、よ,よ,よくないじゃないですか。で、日本が、まあ、良くなってきているというところを含めて考えてみると、えーね、絶対ね、これを買うと、勝つかなと思ってたんですけど、で、大体2年前買って、 思っったたように上がってくれたってこといこですね、はいえー、当時はね、えー、この400円以下、日経アンピ p 5 0 0 i c r ですね、これが400円以下で買ったところ、まあ伸びてきてくれたという結果になってます、はいえー。ということでね、本当にね、今年はアメリカ大統領の選挙があったりね、あのー、アメリカにはね、いいことはたくさんあると思います。それから、えー、とね金利がね、えー、こんな高くなった 中でもこんなに上がってくれたということなので、で、えー、多分ね、今年の秋ぐらいから金利を下げていくということは、えー、アメリカ企業の活動がさらにね良くなってくるので、あの設備投資とかしやすくなるので、さ、え、ら、ー、にね、えー、数字が上がることを期待できるのかなと思います。はいえー、ここのとこね、好調だ、アメリカの経済。 ですね、えーはい、S&P500、どこ行った、はい、私は2740回も持ってるんですね。はいねでえー、これ一番上に合わせますかね。はい大体、えー、376円で買ってところ、552円、2年間でね、えー、1.5倍、50万円ですね、えー、増えてます。 ですから1年間あたり25%上昇ということで、なかなかね、あの安定的に増えてくれている銘柄の一つです。はい、ではね、えー、今週はそんなにね、まあ、上がったには上がったんですけど、大きく上がらなかったということ。ただ、えー、平均値的に比べると、えーね、日経平均に比べるとそんなに伸びていないんですが、一応上がってます。であと、おすすめ銘柄は、i シ a アーズ S&P500ETF を、えー、紹介いたしました。今週は以上です。